白黒アンジャッシュっていうので、はい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 、また再生数とか競うやつなんで、はい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 、ぜひちょっといい感じのタイミングでアップするんで、なるほど、概要欄から再生お願いします。ヘアサロンコモリ、さあ始まりました。ヘアサロンコモリ、吉井芸人のコモリヤーソンです。本日のお客様、サスライラビ小野さんです。よろしくお願いします。サスライラビの小野です。シャキーン、あ、じゃなくて裏で、ごめんなさい、これハサミをイメージしてますんで、シャキーン、ありがとうございます。2回目の登場です。ありがとうございます。前回から。嬉しい。いや、僕の方が嬉しいですよ。いや、俺の方が嬉しいよ、そんなの。マジで、僕の方が嬉しい。そこ。いや、本当、前回初めて切ってもらって、それがめちゃめちゃ良かったから。好評でしたよね。そうそうそう。みんながなんかいい。いいよ、本当、もうあっちこちでいい。いいね、いいね。いいね、いいねの連発。歩くいいねって言われてましたからね。歩くいいねって言われたから、ちょっと。今回も。この間ぐらいの感じで。もう全然、全く同じでいいぐらいの。そんな。人機械かのようなでき全く同じは無理、さすがに。いやいや、できます。いい、はい、すごい、もうこっちは3人の方が出てくれてる。 あ、今日は宇野さんの、そう、ね、有名なあれでも配信してる有名じゃないのよ、有名じゃないけど、宇野さんが作った世界みたいなことです。俺が作った世界じゃなくて、はい、僕らがコンビでね、やってるちょっと、はい、アプリがありまして、はいはい、そこに大体30人ぐらいかなの方がいてくれるんで、そこでなんか配信やったりしてるんですよ。本当は太田プロって配信するとき毎回生配信だとマネージャーの許可を取んなきゃいけなくて、インスタライブだろうと YouTube のライブだろうとやりますって。そうそうそう。で一応なんかまあ見ちゃいないんだろうけど、はい、やってるってことを事務所が把握するみたいなのがあって、まあ、なんかね問題あったりしたらトラブルとか、 それめっちゃめんどいじゃん。まあそうですね。それこそインスタライブなんてさ、もうその場のノリでさ、いや確かそのスピード感がいいわけですもんね、言ったら。だから、はいはい、そういう意味でなんかこの冷たい、冷たくない冷たい、このアプリに関してはもうマネージャーも関与してないというか。なるほど。そう、むちゃくちゃもう何これ、なんて調べれば、これ僕らの、僕のツイッターのプロフィール欄に多分 URL があると思うんで。さすらいラビー2チャンネルみたいな。さすらい2チャンネルじゃないけど。掲示板というか。掲示板ではないけど、ファニコンっていうアプリの中に、このさすらいラビーのページがあるっていう感じなんで。全然。どうも、はじめまして、小森ギャルソンです。あ、ぜひとも、美容師芸人小森ギャルソンチャンネル、登録よろしくお願いします。ぜひぜひ。僕、これも上がるみたいなんで、無法地帯行ってきたんですけど。ほぼ無法地帯ですからね、僕らのこのアプリは。全然まあ、俺の配信はもう気にせず、合ってないようなもので。笑いとか取っちゃっても大丈夫ですか？もういや、全然、取っちゃう分には構わない。その笑い取っちゃダメとかね、はいはいはい、全然。了解です、うん。じゃあめちゃめちゃ取っちゃいます。芸人なので。いや、かっけえなぁ、そうなりたかったよ、俺も。そういう職業ですね。まあ、そこのプロ、ね。いや、それはそうよね、はい。笑わしてなんぼだからね。ごめんごめん、俺がちょっと間違ってたわ、それは。改めて自分でも動画見たけど、はい、ありがとうございます。そんなに面白くはなってなかったよ。え？いや、動画としては面白いと思うよ、はい、その髪切られてる様子、はい、コウモリ自体はもちろん面白いんだけど、はい、その自分がやっぱり面白く見えないんだよ。そんなことない、僕もじゃあそれは責任です。いや、そんなことない。もっとちゃんといいツッコミしてあげればよかったなとかさわあ、ここ突っ込んであげればよかったなって思うことばっかりよ。そういうこと思わないでください。だってただプライベートで髪を切ってる自然の普段の宇野さんを映すっていうチャンネルですよね。だとしたらボケすぎだよ、そっちが。あんな自然なわけねえだろ。でも僕結構その本当に中央無人にボケてきやがってよ。普段からなんかやっぱりどっちかというとボケたいというともなんかなっちゃうんで、先輩とかに怒られたりします。あ、そうなの、はい。まあ、確かにそのね、この髪切るところでしかちゃんと喋ったことないからさ、はい、そのライブの楽屋での様子とかを見てないからね、なかなかどんな感じなのかってのは俺知らないけど、めっちゃボケるのか。そうですね、芸人なんで。それすごい言うな、芸人なんでって。いや、そういいんだけどね、はい、芸人だから、はい、全然いいんだけど。え、宇野さん芸人じゃないです、胸張って言えないんです。いや、胸張って言えるよ。ただ今すぐちょっともう彼です。消してください、プロフィールの事務所から。いや、違う、芸人よ。そうだったら、一応、職業欄に芸人って書けないんだったら。芸人って、まあ、でもまあ芸人だよ、それは。お笑い侍って書けないんだったら。お笑い侍なんて書かねえよ、そんなの。今すぐ。思ったことないよ。
前髪切る人とかいるじゃないですか、一般でも多分女性とか特に、ね、うん、全部切るまではないから前髪だけみたいな、自分で切って失敗みたいな、はいはいはい、これやっぱり持って出た毛をやっぱ横に入れるとラインが出るんで、縦でこう入れると自然にぼかしやすいんで、すごいなんか、はい、急にちゃんと説明みたいな、どうしたん、そんなんじゃなかったじゃん今まで。今までってさ、前回もそういう、い前回がおかしかったんです。いや前回あれおかしかったの、はい、かかってましたよ、あれよかった、かかってたんだ、かかってました、よかった、変だなと思ってたのよ俺も、し切られながら、やっぱり今日すごくなんか疲れてるって言われて今日疲れてんだ、疲れちゃってました、まあ、今日もね夜遅く9時スタートで、でも前もだいぶ遅かったよね、前の方が遅いんじゃなかった、ちょっと僕の話申し訳ないです、しちゃってもいいですか、もちろんもちろん、今日金曜日じゃないですか、金曜日、今週がなんかやたら調子乗っちゃって、うん、調子乗っちゃってよ、はい、一応月曜日に、うん、地元が岐阜なんですけど、うん、なんか家族で久々に家族旅行しないかって言われて、ほうほうほう、まあ、僕本当にそんなのやっぱりちょっと恥ずかしいじゃないですか、まあねこの年になってというかね、なかなかそういうのやってこなかったんで、うん、もう僕も30になりましたし、あ、そうなんだっけ、はい、あ、年同い年だっけ、そうです、はいはいはい、やるかと思って、うん、そういうのできます、いや、俺ねまだ照れてますか、まだ照れてるな、いや、でもさ、はい、いや、しなきゃなって思うよね、はい、親子、それもさ、多分親孝行の一つじゃん、親が旅行一緒に行こうって言うならさ、はい、行ってあげるのがこの務めというかさ、はいはいはい、ろくに親孝行できてないからそれぐらいしなきゃなと思うんだけど、うん、ちょっとまだ、でもやっぱ誘われたら、いやちょっとごめん仕事がとかライブがとかって言って断っちゃうかも、今岐阜県に戻っていいね、今一泊二日で、うん、ゲロっていう温泉があるんですけど、はい、ゲロ温泉、はい、こう水明館っていうところに泊まったんですけど、うんうん、旅館、うん、もうめちゃくちゃいいんです、ゲロ温泉の中でも結構トップクラスの旅館で、いいとこなんだ、天皇とか来たりとか、それもなんか今時期であれなのかもしれないですけど、うん、5、6000円です1人、安っ、もともとはもっとすんだ、多分すると思います、なるほどなるほど、もう最高でした、旅行はその露天風呂とか行ったんですけど貸し切りでした、はい、あ、もうじゃあ全然露天で泳いだりとかあんま、まだ良くないけどね、おしっこバンバンしたりとか最低だよ、言うなよそんなことしたとしたら、しゃべってるし、家族で、家族でかい、おじいちゃんも一緒にね、すんなそんなこと、やっちゃいましたね、まあ、家族サービスかなと思って、どこがだよ、旅館への迷惑でそんなもん、だからそのぐらいもう、うん、ゼロ温泉の、水面がおすすめなんで、ね、ぜひ行ってみてください、旅行とかね、まあね、なかなかね時期的にあれだけど行ける方はぜひぜひで、帰ってて、うん、月曜日で火曜日帰って、この火曜日の夜に帰ろうと思って、うんうんうん、で終電で帰ろうと思ったんですよ、その、うん、名古屋の新幹線に乗ろうと思って、はいはいはい、でまあ終電多分間に合いそうで友達送ってってもらって、うん、僕何を思ったのか、なんかちょっと入金しようと思って、コンビニでセブンでどこでもできるのに寄って戻ったらもう2分電車遅れてたんですよ、終電に乗れなかったってこと？はい、何やってんの？しかも次の日その、うん、久々に収録があったんですよ、絶対帰らなきゃいけないのになんか支払いしてて名古屋で？はい、やっぱそういうミスやっちゃうんですよ、電車逆乗るとか、怖っ、でもしょうがないからビジネスホテル探してうわ泊まって、うんうんうん、であの千葉白黒アンジャッシュっていうので、はい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 、今若手のネタバトルみたいなのがあって、ああなんかあのインスタでちょっと上げたやつ、そうです、トンツカタンさんとかが一緒に、はいはい、あれそうだったんだ、それがあの、うんうん、また再生数とか競うやつなんで、はい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 、ぜひちょっといい感じのタイミングでアップするんで、なるほど、概要欄から見てください、再生お願いします、こっちを見てくれてる方も、はい、ぜひぜひ、7人ぐらいかな、でもまだそっか内緒だったこっちは、いや大丈夫、この人ね嘘みたいに口固いから、はい、そういうのって、うん、まあ今本当あるじゃないですか、やっぱ再生数気づくとか多いね、あ、まあ、嫌じゃないですか正直、そのまあなんかもう、うん、だってなんかてかね、言ったらトン、うん、フォロワー表みたいになっちゃうじゃないですか、そうそう、ね、数が多い、なんかあります、対策じゃないですけど、
いやだから俺らはもうマジで弱いからね、そういう系。ついこの間もそのこういうまた配信系のアプリでミクチャっていうやつでポイント競ってたんだけど、もうマジで勝てるわけないって思って最初から。そのやるけども俺らがそういう系で勝った試しないから。そうです、僕らも本当に。で、まあ一緒に出た若手のそのライオンロックとかがすごい強いのも知ってたし、でもやっぱライオンロックとか見てるとなんかね、あ、本当応援したくなるっていうか、なんかね、この見てる側の気持ちをこのくすぐることはやってんなと思うよ、しっかり。まだそう、自分のさすがにさ、やっぱくすぐらんないですか。俺らもう何もくすぐらんよ、見てる人の応援、まあ応援したくなるっていう言葉であってのか分かんないけど、やっぱそういうのが得意な人っているもんね、ほんとに。だからそこの言えるか言えないかですよね、そのなんか素直になれるんじゃないですか。まあね、ある意味そこのプライドであったりとか、なんかいろんなものをちゃんと取っ払って全力でできる人、それが向いてる人は本当いるよね。なんか見てっていうのもなんか違う気もしますしね、その。あ、確かにね、見て見てってなんかお願いするのは結構辛いよね、気持ち的にも。お互い辛いですよね、なんかそれってどうなのみたいなこともありますよね。なんかすごい手間取らしちゃってんなっても思うよね。見てくださいとかさ、なんかものによっては毎日投票できるんで毎日再生してくださいとかボタンを押してくださいってさ、そんなねって思っちゃうもんね。そうなるとだからもう見ないでくださいって言うしかない。見ないでくださいは言わない、そんなことは。生活の邪魔になるので。それなんか怒られるよ、その主催者とかに。それで言うと千葉テレの人にめっちゃ怒られる、そんなことしたら。それもそうだしさ、あとオーディションとかもさ、今動画送ってくださいってめっちゃ多いじゃん。なんか多分これ俺と珍しい方だと思うんだけど、オーディションとかさ打ち合わせみんな Zoom で楽になったとかさ、動画送るだけだから楽になったって言う人多いけど、俺なんか行った方が良かった、行ってた時代の方が良かったなっていう。その本当にちょっとしたオーディションで、例えばお台場まで行かされてさ、交通費往復で1000円以上かかって落ちたらただマイナスってさ、もうあるあるだけどさ、それでもいいから行って、で、はい、その作家さんなりプロデューサーさんなり、そういう人たちの目の前でネタやれた方が良かったなって思っちゃうのね。聞きましたか。なんかそれ、はい、でもこれねすごい変だと思う。あ、なんか僕の全く同じです。あ、本当？はい。いやでもあるよね。直でやったらまあ、もう全部伝わってるじゃないですか、ある程度。でも動画で落ちるってなんか。やった感ないし、ないないない、ちゃんと見てもらった感もないから、そう、なんか納得ができないですよね。手応えもないし、てかなんか自分たちの動画とかさ、あと他の人のもだけどさ、やっぱ笑い声が入ってない動画を送るわけじゃん、基本的に、はいはいはい、全部つまんなく見えない、あれ。確かに確かに。こっちが例えば俺らが笑い声入ってないの送っててさ、はいはい、で他のコンビは笑い声入ってるの送って、でそれで向こうだけ通りましたとかだったらさ、ちょっとなんか不公平な気もしちゃうしね、お互い様だけど。それはでもそれこそ、ABC ってまあお笑い、あ、動画審査が最初あるじゃないですか。あ、一番最初はそうだね。それはでも通るじゃないですか、あれはね。でもね、これもなんか太田の話であれなんだけど、全部今まで太田って稽古場で芸人全員集めて動画を一組ずつ撮ってたのよ。でみんな笑わないでください、動画撮るんでって言って、笑い声なしの動画を撮って、オーディション用の動画を発表。そしたらマジでみんな落ちたのよ。へえ。で、まあ、やっぱ他の事務所の話とか聞いてると、そんなとこないと、勝手に動画を送ってくださいだったら、やっぱ笑い声入ってる事務所ライブの映像だったり、なんなら K-PRO のライブの映像をもらって送ってたりとかしてるわけよ。で通ってるから、いや絶対その方がいいですよって太田プロに掛け合って、なんかそういう風にしてもらった。まあでもそれもある意味ちょっとコツじゃないですけど、まあ、動画だったらいい動画を送るべきってことですよね。そうそうそう、面白く見える動画。まあでも見る側も絶対その方がそう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 、まあ、いいでしょうしね、そのシーンってなってるのに全然いいよね。それめっちゃ思うんだよな、動画に。あとさ、前あったのはさ、オーディションで動画送って、それを限定公開で YouTube 上げて、その URL くださいみたいなさ、でまあ自分たち撮って限定 URL を送ったのよ。でまあ落ちましたって連絡来て、あ、落ちたんだ、
と思って改めて動画見たらさ、視聴回数がゼロなのよ。見た本当にってそんなことあるんですか。いやだからまあ途中まで見てやめたからカウントされてないとかいろいろあるのかもしれないけど、なんか動画送って落ちましたって連絡来て、その動画改めて見に行ってゼロだった時さ、なんかやるせないよね、うん、見てないんじゃないのってちょっと思っちゃうもん。タイトルだけ見たんだよタイトルだけ見てつまんなそうってなって、まあそれもねこっちの引きのなさだったりとかさ、天使と悪魔とかにしてないですかちょっと見たくないよな。いや全然いいけどベタすぎてな、コンビニとかね書かれてもすごいいい感じになってきた。これちょっとすいて、うまいな相変わらず。直毛とやっぱ骨格の、そうなんだよね。でもやっぱスッキリしますね、この辺とかがスッキリだけで、ね、横汚れたレントから、おい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 。で、昨日、今日と、うん、あ、そうね。え、収録は間に合ったの？大丈夫だったの？あ、収録はもうなんとか朝一で出て、はいはいはい、間に合いました。で、もう止まった。で、昨日、今日と、木金友達、芸人仲間何、4人ぐらい仲いい子と、うん、グランピングめちゃめちゃ遊んでんじゃねえかよあ、そういう、そのあ、はしゃいだって言ったのね、確かに、はい、はしゃいでるわ、それめちゃめちゃはしゃいでるわ、はしゃいでますよね、うん、大はしゃい。5日あるうちに真ん中1個だってその仕事あともう月火旅行、木金、グランピング、たまたま重なっちゃったんで、それはそういう月も本当に、あ、そういう週もある。いや、怖いって、はい、それ俺責めてないから、はい、すごいなんか怒ってきたけど、大丈夫ですよ。グランピングして、うん、アウトレットとか行って最高じゃん。1時間半ぐらい前に戻ってきました、ね、それ帰りかい、はい、今ごめんな、みんなちょっと宇野さんがちょっと宇野さんとか言うな、そこで。あれ、 M1 出てるよね。あ、 M1、はい、出てますね。すいません、いや報告なしに。勝手に出るなとかそういうことじゃないけど2回戦いつ、13です。あ、初日、はい、もうすぐじゃん。そうですね、もうすぐじゃん、来週の水曜とか。いや本当に今年ぐらいから漫才をちょっとやり始めて、新鮮に。そうなんだ。前まで何コントをやってて、あ、コントというかコントですねコントっていうかコントをやってね、はい、なんでやっぱ今年2回戦、うん、やっぱり行ってみたいですよね。やっぱ動画がもしかしたらなるかもしれないじゃないですか、3回戦から。あ、3回戦はね、うん、なんか2回戦も配信あるみたいな噂がすげえ流れて、結局デマだったみたいな、なんかすごい踊らされてる。結局デマだったって言ってるのも誰なのかわかんないし、なんか、ね、流したのも情報がね、すごい錯綜すんだよね、うん、ね、3回戦、それで2回戦突破したらもうテレビ出れるみたいな情報も出てました、ちょっと。え、どういうこと。もうテレビ配信だみたいな。テレビ配信、テレビもう2回戦から全部なんでだよやるみたい。いや、もう説それもなくなりましたけど。嘘つけよ、流れてないよ。そういう説も出てました、ね、出てなかった。うちの多分近くとか近場ではです、ね、すごいデマ流れたんだね。さすがにそれは気づくけどな、そんなわけない。マイクのセンターマイクの先端がなんかついてないみたいな説も出てて、ついてない2回戦からみたいな。2回戦からないのっていう説が出てて、なしで練習したりとかもしてて、あ、マジで信じてたんだ。だってなかったらなんか触れなきゃいけないじゃないですか、先に。視聴者全組触れなきゃいけないことになるけど。そう、だから先になんかそういう練習もしといて、あ、まあそれもデマだったら当たり前だけど。デマとかじゃないよ。だから今ね、いろんなデマが出回りますよねそんなことねえよ。もうあのネタも決まってる2回戦、はい、僕らはもうやったばっかなんで、うん、もうすごく隠してるものがあるんですよ。隠してるというか、もうこれをなんかちょっと隠してるというか、まあ、だってスタイルもなかったわけじゃないですか。まあね、だからなるべく配信とかで動画も一個も上げてないようにしてる、うんうんうん、なるほどね。もうそこで衝撃を与えたいんだ。もう1個目でも今年に芸人人生を全て掲げてます。すごい漫才ができてんじゃん気になる。ネタバレですからって。まあでもそれはもう3回戦行かないとね、はい、多分3回戦はあの例年通り動画になると思うからさ、うん、だって納言とかそれで売れたからね、うん、
M1 の予選動画で売れたの。そうそう、ラランドさんとかもそうじゃないですか。あ、ラランド、まあ準決勝まで行ったからね、ラランドは。まあでもそうね、あそこで笑い飯とかもそうですよね。違うわ、あれは決勝行って優勝したんだよ。あ、そうでしたっけ。やめな、中川家さん違います。中川家さんもそうだよ。そうですね、動画でバズって。動画でじゃないよ、決勝で優勝した。キャリーパンタムが動画で行ったんじゃないですかって。予選のこの人たち面白いなってね、誰と間違えてんだよ。出てないよ、予選。トライアタイム、トライアタイム入ります。皆さんね、中高生の皆さんはね、うん、ちょっとトライアタイム入りますんで、そんなには見えないですよ。そんな卑猥なもんじゃないよ、ドライヤーは。セットがあるとしたら、もうほんの1割、9割でもドライヤーで決まる。ドライヤーで決まってます、髪型って。そうなの。ドライヤーマジ適当にやってるわ、はい、こういう人はもう先輩であろうとコツンです。ちょっとごめんだわ、それは、はい、気をつけるわ。だって漫才だってもう台本ができた時点で9割完成じゃないですか。あとはまあただ喋るだけじゃないですか、適当に。そんなことねえよ、なめんなよ漫才。一緒です。一緒じゃねえよ。じゃあまずはだって舞台出て笑わすだけじゃないですか。いや、すごいかっこよく言ったじゃん。こう言えばまあそうですか、そうだけど。緊張して喋れないんですけどね、全然。なんだお前。ずっとですか。ずっとだよ。軽くつけていいですか。ああ、いいよ。なんか何です、味噌とか醤油とか。そういうやつ調理するの、俺の頭今から。食べようとしてんじゃん。足んないか、まだツッコミ。ちょちょ、こっち見てきてるけど。一通り言ったつもりだけど。いや、その、わ、ちょっと、うん、言わないでほしかった。すいません。いや、これはでも僕の英語であって、すいません。マジミスってごめん。いや、すいません。いや、言っちゃったわ、なんか。いや、そうなんですよ、全然。言う必要なかったんだ。無事。お前のセットかい。グー。よっしゃ。シェ。あ、でもいいね。確かに。まだ、あのさ、もうガチガチ、俺やっちゃってますよ。ツンツンツン。どうやこれ。見てや。このセットした感じ。ツッコミなっせみたいな。そんな嫌な感じに見えてた。そのぐらい髪型でもうちょっと出ちゃう。うわー、はず。それもまあ僕ら自然ですよ。どうも。まあ普段このべしゃりで。普段の喋りでこうやりますよ。いや、まあそっちの方がいいもんな。うわ、ミスったわ。これで大丈夫ですね、僕のカットで。マジで。はい、まあ、でもこんな感じで、うん、すっきりしたと思います。すっきりした、めっちゃすっきりした、嬉しい。なんかまさかいいと。ではずっとこんな感じで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。